相次ぐ自転車の事故や盗難を防ごうと警察は大学生が多く利用する自転車の販売店に広報誌などの配布を依頼しました静岡南警察署の呼びかけに協力したのは静岡市駿河区の自転車販売店ヤマダサイクルとボルトオンヤマダです。店の近くにには静岡大学があり自転車を購入入する新入生などに 事故や盗難防止を呼びかける広報誌とチェーン式の鍵の配布を依頼しました静岡南警察署管内では去年自転車に関する人身事故が348件発生していて県内28の警察署の中でワースト1位となっています自転車の事故も盗難事件も警察の活動だけではなかなかなくすことができない現状にあります一般の市民の皆様も ご協力を得て安心で安全なまちづくりを進めていきたいと考えております広報誌などは来店客に今月11日まで配られるということです